はいこんにちは中学受験桜蘭チャンネルの滝谷直樹です。え今日は偏差値六十五への算数。えー、こういうね、えー、ま総、あ、じなんですけどねちょっと変わった問題やってみましょうね。麻布の問題です。中心が同じで半径一センチ二センチ三センチ九センチの点点点九センチの九個の円。 一番内側の円の面積を丸1半径1センチと2センチの円に囲まれた部分の面積を丸2以下同様9としますこの時1から9を3つずつ3組に分けるそれぞれの組が面積の相場が等しくなるのはどのように分けた時ですかそのすべての場合を書き出しなさい。 1>, えまあ1と2と3例は 1+2+3 と,と 4+5+6 ありえませんけどねこれね 7+8+9 ねさあどうやって解いていくのかねさあまずねこれ面積、えー、まあ最低でも比を出さなきゃいけませんねもう面積はぐあのもう具体的に出してる暇はありませんからそれは要求されませんさあ例えば一の面積ねこれ半径1センチですよね だから、1かける、1かける、さあ、これね、円周率を暫定的に π と置きます。ね。えこれ、1かけ π 平方センチメートル。3.1はもう無視していくんですね、これね。さあ、これ、丸にはじゃあ、いくつかっていうとね、え2かける2かける π 引く、この 1π ですよね。ね。1かけ π。そうするとね、4かけ π 引く、 1>, 1かけ π は3かけ π なんですよ、ね。さあじゃあ3番さあ同じようにやっていくとね3かけ3かけ π ですね。引く。ねえー、っとこれ 4π だね 4π。2かけ2かけ π。そうすると 9π 引く 4π でこれ 5π になります。 5×π さあ4番丸四。さあ 4×4×π ね 3×3×π ですよね引いたものいい半径が4センチですよね 11114×4×π か,か,から 3×3×π を引くとここが出ますよねさあそうするとここ前は 9×π ですからね1 6く9の 7×π さあ、これね、1、3、5、7ってなってきますから、これ全部奇数ですね、引くとね。ね。えー、さあ、5×5×π。ね。引く 16×π。これ 9π ですよ。9×π。さあ、6番。6×6×π。引く 25×π。Π 36から25。やっぱり11かけるパイですね。どんどん奇数で2イずつ増えていきますね。7、8、9。さあ、一応やっときます。7かけ7かけイ引く6 6 3 6四49引く36は13かけるイね。次1 5イですね。ね。8かけ8かけイ引く7 7 4 9イ 64−4915×π ですさあ9番 9×9×π−8 波 64π さあ81から64引くとやっぱり 17×π ですねさあそうするとこれ π は全部約分できますから比にすると一が1とするとね一1対3対 5対7対9対11対13対15対17になります。さあじゃあこの、えー、これを組み合わせてね、3つ組みで全部同じ面積になるということですから、まずこれね、この、えー、9つを3つに分けて、そして相和が等しくなるということは、1から17までこれ全部足してみてね。 つまりこれね、この面積ですよね。つまり81なんですよ全部で。全部でこれ1足す3足す5足す7足す13足す15足す17ねするとね、まあ一応これやってみましょう。1足す17かける9割る2ね18九く81です。ですから えー、面積の相場が3つともこれね3組等しくなるということは 81÷3 の27になればいいわけですよ。ねさあこの9つのうち3つ取り出してにな27になるそして全部等しくなるというのを探してみくわけなんです。ねはいじゃあ,、えーっねうんっあね、えっとねうんとあこれねちょっとここに。 81÷3 は27さあ227になるようにえっ、ー、と例えば1でしょこれでしょ1とえー、っとちょっと3つに分けちゃうさあ1でしょ1たすえー、78でしょ 8、17、ダメだね。1たす9か。10でしょ。1たす9で、えー、10でしょ。で、17、ね。これ、1、ね。だから、丸一と、ね。えー、丸5と、丸9を合わせると27になりますよね。ねで、そして、えー、これ三これと合わせていきましょう。 これ四角と置きます3と1114だねさあ3と11と13これも27になるよねね267間違いないね3えー、14そうそうそうさあじゃあこれも27にな,りなるはずですよね えー、じゃあこれをえー、っと三角としましょうか5でしょ712はいなりますよねえー、っと348さあこれで一組できましただから1 5 9 1す五とす九9 えっと、2たす11たす13。2たす11たす13と、あと3たす4たす8。3たす4たす8。さあ、でもまだできるのよね、これね。27になるやつを、じゃあ、 えっともう一組もう一組かなねえー、っとじゃあもう一つじゃあ今度はこれをうんともうね形がねえー、ちょっと太めのね四角にしましょうさあ1とえー、っとあ一1と十一 ね、これで12でしょ12と15これだねこれで27になるよねね一168さあそしてじゃあ今度はねハートにしましょうさあこれえー、っと33とえー、7かこれで10だね3と7と17こうだ ね。これで27だね。2番、4番、9番。さあ、残り27になるよね。えー、じゃあまあ、ダイヤにしましょう。5でしょ ?9。これで14、十四。さあ、13層。十七全部27になりますよね。で、これが、えー、っと、3、5、 えー、7。さあじゃあこれでもう終わりかな。ね。えー、っと、1たす6たす8。1たす6たす8と、今度ハート。2たす4たす9。2たす4たす9。ハートはダイヤ。3と5と7。3たす5たす 七さあこれで終わりです。<laughs> いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。